今日は2023年10月31日、付き合って2年目の結婚する日です。ご披露目、いよいよ今日は結婚式ですね。初めて会ったのは高校の入学式の日ですかね。印象は珍しい苗字だなしか思ってないですね。まさか自分が過去気になるとはまだ実感が湧きません。今日という日を無事迎えることができて嬉しく思います。出会いは高校1年生の時なので10年以上前になりますが、当時の自分が聞いたらきっと驚くと思います。実際お付き合いすることになったのは25歳とかで、高校の時は別にお付き合いしてなかったけど、常に気になる存在といいますか、そんな感じではありましたね。池袋のサンシャイン水族館でデートをしてお付き合いをしてくださいっていう風に告白した感じですね。なんか不思議な気持ちでした。今になってこんなことになるとはって思いました。もうお付き合いをして2年が経ちましたが、いつも優しい気遣いをしてくれる平沢さんのことが大好きです。幸福君と出会えて毎日一緒に過ごして、こうして結婚できて今はすごく幸せです。私たちは2023年10月31日入籍を済ませ夫婦になることができました。一つお互いを思いやり助け合います。一つ笑顔のあふれる家庭を築きます。一つお互いの家族友人を大事にします。一つ今日の日の感謝を心に留めます。私たち二人はこの約束を生涯守り、温かな家庭を築いていくことをここに誓います。先ほどチャペルでの式を終え、私たちはつつがなく夫婦になることができました。翔ちゃん、これからもよろしくお願いいたします。乾杯。これから先も一緒にいるための努力を忘れずに、お互い支え合っていける存在でいられたらいいなと思ってます。思いやりと感謝の心をいつまでも忘れないことを約束します。これからもよろしくお願いします。